桂ツラは、日本の落語家。宮崎県東臼杵郡、富島町出身。落語芸術協会所属同協会理事。本名、田代修吉。宮崎県立の病科西高等学校卒業。1970年、西南学院大学2年生の時に上京し、2代目、京太郎に弟子入りし、京八を名乗る。その後、 師匠、枝太郎の死去に伴い、兄弟子である三代目、桂窓かだの預かり弟子を経て、桂歌丸門下に移って、歌八と改名し、後に、新内昇進士歌春と改名。二代目枝太郎の最後の弟子にして、歌丸一門の総領弟子に当たる。出林は、騒ぎ。枝八時代に TBS テレビの公開生番組、銀座なうの司会者を務めた。この番組は、 ポリプロと提携しており、坂木原育恵、荒木由美子といったアイドルの歌のコーナーでは、振り付けを真似たコミカルな踊りをしたりして、笑いを取る。歌八時代に日本テレビ系、商店の若手大喜利コーナーに出演したこともあってか、歌丸の弟子の中では、知名度がある。歌丸が、日テレ系、色も、さんに出演した際には、有名なお弟子さんは、どなたがいらっしゃるんですか 三人お答えくださいという内容の質問に、歌春、歌春、歌春と連呼している。本人曰く、歌丸一門では、歌春ら弟子の家族なども招待した食事会を開くことがあるが、歌丸が酒が飲めないため、歌丸がお茶というと、弟子一同、私もお茶となるため、酒が全く入らず、一門での宴会は、静かな宴席になることを暴露している。 歌丸の生前は、次の歌丸ネタをたびたび使用しており、新宿末広邸での六代目円楽、襲名披露工場に列席した際には、次の歌丸のかつら歌春でございますと述べていた。ちなみに六代目円楽とは、同学年かつ入門時期も同期の間柄で、若手時代には、商店で何度か共演したほか、円楽が2017年に客員として、 落語芸術協会に加入して、以降は、寄席でも共演することが多くなった。娘の田代沙織は、歌春から落語の教えを受けて、落語ができるアイドル、ラクドルとして、芸能活動を始めている。息子の田代な親は、自主映画監督、テレビ番組の制作者で、TBS 系のトーク番組、爆、爆、爆笑問題などの AD を務める。弟弟,弟子が、 最初の師匠の名跡を継いだことについて、当初は師匠の名前でもあった枝太郎と呼び捨てにできなかったと語っている。故郷の日向市観光大使に就任しているほか、日向文化賞を受賞している。さらに、日向の国子ども落語全国大会の大会会長を務めている。ありがとうございます。